人を救うだろう。目に見えない脅威はいつか終焉の彼方へと。そしてまた一からのゼロからのスタートとなる。そういう意味でのスタートはどういう意味を示しているんだろうか。全くなかったことにはならないか。何かの世界史、誰も何もわからない。ただ始まりがあれば終わりがある。そして乗り越え